はい、連続講座、生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第3回5月の15日、真核細胞の構造と情報の流れについてやりたいと思いまますす、えー、私は講師と務めます予備校講師で船橋市のしの朝倉申ます。 えー、新型コロナウイルス対策関係に関する船橋市の市議としての情報は朝倉未来ある公式サイトに載せてありますので、えー、どうぞご覧ください船橋もこう3日連続、えー、陽性が出ない形になっておりますのでいい傾向だと思いますがこれが続くことを願っておりますそれでは、えー、本講座の内容ですがこのような形でやっていきます、えー、さて、えー、で特に2番のゆっくり回数をかけて説明するということで今日は真核細胞の、えー 構造や情報の流れについいいて説明したいと思いますで。生物はあのまずお2つのグループに大きく分けられると、え人や植物やそれから金海、それからえ原生生物という単細胞の生物も含めて角膜に詰まれた核を持つ生物ですね、これを真核生物と言っていますえ、この核の中には DNA という遺伝子が入っているというやつです。人がこのグループですね。 一方、えっと、DNA は持つんだけれど角膜という入れ物はなくて細胞質の中にまあ浮いた形になっているのが幻覚、えー、生物ですでこの真核生物と幻覚生物でこの幻覚生物の方が細菌のグループで、えー、私たち人がこの真核生物のグループですでそれの他にちょっと別のものとしてウイルスがあるということは説明いたしましたさて でえこの今日はその真核生物の話を見ていきたいと思うんですが、私の、えー、講談社が出している休み時間の生物学の図を引用させていただきますと、真、え、核、っと、生物である私たちの体を、例えば人の体は60兆個の細胞でできてるんですね、でその一つ一つの細胞のことを真核細胞と言ってます。でそのはは皮膚にはこういうい細胞が で筋肉はこういう細胞があって、えー、血液の中にこういう、えー、赤血球白血球などの細胞があって神経も細胞でできているということなんですね一方ゾウリムシは単に1個の細胞だけでできておりましてこれでもうあの、まあ、1個体として生きてるんですねで えただ、共通点はあの同じ真核細胞だとその一つ一つの細胞を見ると細胞膜で包まれた真ん中に DNA の入っている核があるという点は一緒ですえ。ゾウリムシもそうですね。まあ、ゾウリムシはちょ,ちょっと特殊で核を2つ持ちましてあの大核の方で普段の栄養活動小核の方で生殖活動子孫を残すための生殖活動役割分担してるというちょっと特殊性があるんですが基本的には。 えー、細胞膜があるということと核という入れ物の中に DNA を入れているということは多細胞であっても単細胞であっても共通なんですさてそれでそのえー、っと核細,細胞の細胞構造をまず光学顕微鏡理科の実験室にあるような光を使った光学顕微鏡で見てみるとこういう構造になっておりますでその光学顕微鏡というのはあのーまあ、どういう形で見えるかというと 基本的には光学顕微鏡で見たところ細胞の構造は粒だらけという感じですねまあオルガネラオルガネラって言ってるんですけどその細胞の構造は粒がいっぱいあるという構造でしたでそれぞれを少しずつ確認をしていくとまず1番あで植物細胞と動物細胞があるんですで微妙に持ってるものが違うんですが まあ本講座のこだわるところじゃありませんので簡単にそこら辺は説明していきます共通点の方を主に説明していきますねまず共通点としてはこの細胞膜という膜一番外側で細胞の外と仕切りのある膜を持つということそれから細胞壁という、まあ、その植物の場合には細胞壁というものをさらにセルロースできた細胞壁を持つとそれから3番目中心体というのは動物細胞の場合あってこれ細胞分裂の役割をしていると。 それからミトコンドリアというのがあってこれはエネルギーを獲得する、えー、あの細胞小器官なんですねえそして、えー、ゴールジュ体というのがあります物質の貯蔵や分泌に、えー、働く、まあ、冷蔵庫のような働き、まあえー、とミトコンドリアが発電所みたいな置かれるとしたらこれ冷蔵庫みたいな働きですえそして6番が核これ DNA の入れ物ですねえそしてその中に核小体というのがありましてあと植物細胞の場合には 葉緑体というのがあります、葉緑体。これが光合成をする場所ですね。でそして9番、まあ、これはあの植物細胞の場合で液氷というのがあって、まあ、老廃物を保持したりする働きをしております。さて、えっと、そして最後、つなぎのところにこの液体の水が主成分の細胞質基質、サイトゾルというのがありまして、ここにはさまざまな働きをする酵素が浮いている形になっております。でこの、 オルガネラ、細胞小器官を持った真核細胞の構造は、粒だらけという感じのイメージで見えました。それで、この細胞小器官のそれぞれの働きを調べるためには、あのどういう研究の仕方をしたかというとあの、細胞分割法というんですが、面白い研究の仕方をするんです。細胞一個一個は小さいです。その中に入っているさらに小さな細胞小器官を調べるためには、 そのまあ、ものすごい小さくなってしまって、えー、一つの細胞だけでやってたらとても調べられないんですね。ということでどういう方法を使うかというとこれほうれん草の葉っぱなどを取ってきて、えー、ホモジナイザーというのですりつぶします。でこれはあのーまあえー、っとジューサーみたいなもんですねジューサーみたいなもので懸濁液を作って、えー、それを遠心分離器にかけますあくるくる回転して、えー、高速回転ができる装置にかけますと遠心力で。 重いものがこっちに沈殿する、試験管の底に沈殿するんですね。でその時に遠心力の回転数、遠心分離器の回転数を、えー、最初を弱く回転させると、本当に重いものだけ、大きな構造の角だけが落ちてきます、沈殿します、そして醸成、上積みのところを取ってきて、もうちょっと高い回転数にするんですね、でそうすると次に大きいもの、重いもの、葉緑体が出てきます。でさらに,上積、えー、にを さらに速い回転速度で処理すると、今度、次に重いものであるミトコンデリアが出てきます。で、最後に消耗体リボゾームが出てきて、まあ、この順番に分離されるので、その集まった核だけ、集まった有6体だけ、ミトコンデリアだけの分割をいろいろ調べてみると、それぞれの働きが分かるということになります。これは、まあ、さっき、遊園地にあるくるくる回転する遊具と言ったんですが、もっと身近では洗濯機の脱水機ですね。 洗濯機の脱水機と同じ原理で水を飛ばすのと同じ原理でこっちの外側に回転すると物が出ていく性質で試験管の底に溜めて研究するという方法です、まあ、ここにちょっと書いてあるんですけど卓上遠心機というのは回転くんという本当にちっちゃなやつも、えー、ミニチュアもありますさてそれでは次に光学顕微鏡ではなくてもうちょっと精密な電子顕微鏡というもので細胞真核細胞を見たと 図がこれですでさっきと出てくる細胞小器官は共通なところがあるんですがちょっとあの見え方が違ってくるんですね例えばミトコンドリアっていうのはさっき単に粒と見えてきたんだけど中を見ると膜のような構造が二重にあったということですで葉緑体もさっきは粒だったんだけど中を見ると膜ができてきたということですね それから角も、えー、その外側の輪郭がさっきはっきりしなかったんですけど、ここも膜のような構造で輪郭を作っていることが分かりました。それと、あ,のー、あと、先ほどまでの光学顕微鏡で見えなかった、この小胞体という膜だらけの構造がありましたということで、光学顕微鏡で見た細胞像は粒だらけ、粒がいっぱいあるという構造だったのに対し、 えっと、電子顕微鏡で見る細胞構造は膜だらけという構造なんですね。でえー、膜があると実はあのー、こ,のこの膜の外と内側が分離できるんです。でこの膜の外と内側が分離できるということが実は細胞の性質にとって大切な特徴になることが後に分かっていきます。さてそれでは次にですが、えー。私たちの さっき言いましたようにゾウリムシは単細胞で生きているとで。これはあの、まあ、外にもう1匹ゾウリムシがあって時々生殖のためにくっついたりすることはあるけど基本的に単独で1人、まあ、1匹で1個体で生きていけるんですね、えー。細胞1個で生きていきます。ところが人間は60兆個の細胞があってお互い協力し合って初めてバランスが成り立って生きてるんです。じゃあその細胞同士が協力し合う時にはどういう仕組みがあるんだろうかということで。 え見てみたいと思うんですが、ホルモンという言葉聞いたことあるでしょうか。で、ホルモンというのは細胞同士が協力し合うための手紙なんですね。えっとある内分泌腺という臓器からホルモンというものが出されまして、そしてこういう働きをしてほしいあこ,ここの細胞にこういう働きをしてほしいという物質です。で、そうそうそのえっと手紙を、えー、受け取った受け取るためにこのレセプターってアンテナがないとダメなんですが。 そのレセプターというもので受け取ったものがこの、えー、指令を受け取るとこの細胞標的細胞ターゲットオーガンが働きを、えー、司ることができるでこれは血液の内部つまり体液の内部に分泌をしますので内分泌腺と言いまして内分泌腺から出されるものをホルモンと言っていますでこの内分泌腺の反対語が外分泌腺と言いまして、まあ、こっちに書いてあるんですけど 汗とか乳腺、感腺、乳腺、消化腺というのは体の外、まあ、消化液も実は口と肛門がつながって体の外につながっているので体外と消化管の管腔内は体外と目指すのでこれは外分泌液と言っていう、まあ、これは今日,今日のテーマではなくてこ内分泌液、細胞からで出てきた指令が別の細胞に影響を与えるというイメージを見ておいてください。それでは、えーこ こからがき今日の一番の本テーマにつながってくるんですが、えっとさっきまあ、ここら辺に他の細胞があるんですね、もうで血液でつながっているんです。細胞と細胞は血液などの体液でつながっておりまして、他の細胞から何々をしなさいという指令物質が来る、ホルモンがその典型ですけど、ホルモン以外にもさまざまな指令物質がありまして、それがまあ総称してリガンドというんですね。でそののリガンンドがこのアンテナ、 細胞の表面のアンテナの受容体というところ、レセプターというのに受け止められますと、えー、これこれあの、まあこ、こういしなさいという、まあ、あの情報を伝えるものなんですが、一旦このこれ以上中に入らずに、えー、中で伝達する仕組みがあります、シグナル伝達と仕組みがあります。でそうすると、これが最終的に調節タンパクということになりまして、核の中に入ります。で核のの、中に入ると、核の えっと、ある部分の DNA に貼り付いてスイッチオンさせるんですねそうすると DNA の二重らせんが解けてそれを RNA というものにコピーしていくんですでその RNA というコピーがまた細胞室の方に出てきて、えー、タンパクの情報に翻訳されますでこの DNA の遺伝情報が DNA にこう情報が入ってるんですねこの、えー、何々をしなさいという指令が外から来る影響もあってその何々を作るための DNA、例えばケラチンという皮膚のタンパクを作るための DNA とかそういうのがは働いて、えー、メッセンジャーレンという指令、えー、そのこれらこれを作りなさい際という設計図のコピーみたいな物質を作るんですね。でそのコピーが、えー、あの次に細胞質に出てきて、最後にタンパク質というものになって、これが体の中で働くことになります。さて、でちょっとむあのイメージがしにくい話なんで、 えー、無理やり人間社会に例えてみました、えっと、人間社会では情報伝達や思想を残すということで、まあ、一例としてある会社があってその会社の従業員がいるという形だと、まあ、会社の、あのーまあ、経営者が考えた方針がありますねでそれを電話とかメールで伝えて従業員がそのもとに働くということになります一方その会社の方針は次世代の経営者にこう まあこういう方針でうちは行くということを受け継ぐわけですね。というような情報伝達の流れがあります。クシソンコストのいうことは次世代の経営者に経営を託すみたいな話です。それと同じことを細胞内ではそのまあ大方針というかこれこれこうしなさいという遺伝子は DNA がありましてそれをえと部分的な指令を伝えるのがメッセンジャー RNA と言いますこの2つ合わせて拡散と言います。 でそのメッセンジャー例の指令のもとにタンパクができましてこれが実際に細胞の中でさまざまに働く従業員的な存在になりますそして DNA は次の世代に受け継ぐために複製して子孫に伝えていくという流れになります一方人間社会でエネルギーを取り巻くエネルギーといえば発電所で電力を作り農業で食料を作るというのがありますけどちょうど細胞社会では 細胞社会で細胞の中ではミトコンドリアでエネルギーを作り出し葉緑体でもまあまあ光のエネルギーをちょっと転換するということでエネルギーを補足しているような装置ですね。そして、えっと、この、まあ、人間社会だと例えば発電のためには、えー、例えば石油とか天然ガスを使うというのと同じような感じで実は 細胞の社会でののエネルギー源というのは糖分なんですねで。私たちが実はご飯とかパンを主食にしているのは細胞の中のエネルギー源を、えー、そこに送るためです消化されて最終的に細胞に送り込まれてこのミトコンデリアで糖分がエネルギーに転換されるんですねさてもう一つですが、えっと、私たちの社会は会社と会社内だとか 学校と外の世界の間とか家,と家の外の間は壁で隔てられてその壁に出入りするためにはドアとかそういうものが必要窓でもいいですけどそういうものが必要ですね。と同様に実は細胞の社会では膜系さっき膜だらけと言いましたけどこのさまざまな膜はやはりこう外とうちの世界を隔てていくような 存在なんです一番外側を細胞膜で包んでるんですけどそ,その細胞膜の他のこ,ここら辺の全部膜も全部共通成分でできてましてこれが実は脂質なんですね、えっと、脂質でできてますで実は三大栄養素ってありますあの三、まあ、大栄養素とか家庭科で、えーまあ、あと2つ加えて5つとみなすこともあるんですけど その三大栄養素というのは、私たちがその食べて栄養素として使うということは結局、細胞が使っているんですね。私たちの体、60兆個の細胞の集合体ですので、そうするとさっき見てきた細胞の図の中に位置づけられるんです。まず、まあ、これ実は家庭科では強調しないんですが、DNA、RNA というのも私たち、その素材を食べておりますので、それであの、まあえー、これが遺伝子を担っております。そして、タンパクは実は実際に働く酵素などの物質を になっております細胞の中での構造とか働きを担になっている物質そしてエネルギーは糖分ですね糖分ですそして、えー、仕切りの役割をさせるのに脂質をやってるんですであとビタミンは微調整をしてましてあとは一番主成分である水は細胞の何ていうか一番の基本線となってるということですそれでは本日の最後に、まあ、で実はこのえー、っとあれ,あれ違いますね間違ったこれだ ここ,ここの DNA、RNA、えー、タンパクのセントラルドグマという生物学の一番の情報の流れの根本の話はこれもうちょっと丁寧に説明しないといけないので本日はイメージだけ大胆な流れのイメージだけ持っておいていただいて、えー、っと最後、本日はこの,もんあの話であの締めくくりたいと思います。でさっきもも言いましたように、まあ、人間社会でも 会社なんかで情報伝達していく流れとそれから、えー、私たちが生きていくためのエネルギーを作ってる流れ情報系とエネルギー系は違うという話をしましたけど生物社会でも情報系 DNA メッセンジャー内のタンパク質を作る情報系とエネルギー獲得系は違うんですねそれがさっきの最初に出てきた細胞の図の中に位置づけられますでこの図でえっとこれがエネルギー系です 外から食べた、まあ、ご飯などを分解して、血液、血えー、来たものがあの血流に乗って細胞の中に取り込まれたものがミトコンドリアでエネルギーをつか作るんですね。これがエネルギー獲得系です。まあ、人間社会でいうと発電所で発電するようなものですね、はい。一方、情報系の方がこっちの流れでありまして、DNA の情報をメッセンジャー RNA に。 コピーをしてそしてそれをこっちに持ってきてリボゾームという装置であのタンパクという実際の働き手に変換するんですで変換したものがこういうこれがタンパクができたものですけどタンパクがさっき言った例えばあのエネルギー獲得系の補助の、えー、実際の従業員発電所の従業員になるようなみたいな形で、まあ、正確に言うとミトコンドリアの手前ですので発電所に何かもの、えー、を持ってく手前の物質 の輸送系に働いてる、まあ、トラックの運転手的な働きでしょうけど、まあ、あのこういう働きをしているとでこちらは細胞の外に次の物質を出す流れがあるんですねということですそれで、えっと、ちょっとこの図と照らし合わせながら最後文章を読んでこれ全部あの入手問題であのこのクーラーのところを埋める問題なんですがまああの 一緒に読んで確認するところで確認していきましょう。タンパク質合成はまず核内ですね。核内で DNA、これが赤で書いた、DNA の遺伝情報がメッセンジャーレにこの一本線で書いた、メッセンジャーレーに転写されることから始まる。合成されたタンパク質が細胞に出ていく場合は、メッセンジャーレーには角膜庫、角膜にこう、やっぱりあの人間社会でも壁にドアとか窓が作ったように出入り口があるんですね。 角、えー、膜から細胞質質質中に出て、いのように、小胞体という,こう膜系、えー、に付着しているリボゾームって、これ、タンパクを合成する装置です。リボゾームに結合し、メッセンジャーに電磁場が皆さんの配列に翻訳されて、タンパク質が合成される、ここでタンパクができると。で、合成されたタンパクは、小胞体がご自体に輸動されて、分子的な収縮がなされて、完成されたタンパクとして外に出ていくと。 一方、細胞質基質に働くタンパクはこれ外では働くように出されるやつとそれから自分の中で、細胞の中で働くタンパクもあります。細、え、胞、ー、の中で働くタンパクは2のように有利したリボゾームに結合したメッセンジャーンから翻訳され合成され、そのまま細胞質基質に存在する。これが実は情報系の流れですね、情報系。で右図の右側にはこのような合成を伝える、 推し進めめるために必要なエネルギー獲得系の過程が書いてあると、えー、細胞に含まれる炭素原子を持つブドウ糖が細胞スキースでちょっとここら辺難しい話なので、まあ、とにかくブドウ糖グルコースをここのミトコンドアリアに送り込むとエネルギーがいっぱい出るんだというイメージを持っておいてくださいだから、えーまあ、人間社会でいうエネルギー獲得系の発電所と、えー、会社の、えー、指令で何か物を生産する、えー、情報物質生産系が あるとエネルギー系と情報物質生産系があるというようなイメージで、えっと、これ細胞小器官の話をこう最初こう役割分担として勉強する時にはどうしてもこういう個別の細胞小器官それぞれどういう働きをしていったかということをあの暗記のように考えてしまうんですが、実際はこう流れが重要なんですね。こういうこうううい情報系の流れはこうで物質合成 あのエネルギー獲得系の流れはこうだということで人間社会でもお互い協力し合ってその流通や流れの中でエネルギーが獲得されたり、えー、物質生産がなされているように細胞も流れの中につけられるとでその中の情報系の一番の流れがここでありここに実はウイルスが、えー、ここら辺を乗っ取るんですねということでまたそれをおいおい話していきたいと思いますで、えー、本日は真核生物の話をしました で原核生物も基本的にこれにと同じようなことをやってるんですけど、明日ははその原核生物も含めて、もう少しここら辺を深めてみたいと思います。ごご聴ありがとうございました。